暑い。なんか今日暑い。暑いわ。茶爆かわいいわ。茶爆チャンネル。家に着きました。帰ってきました。1年ぶりの勘次郎父ちゃんのとこ、父ちゃん家帰ってまいります。茶バッグが見えますね。
外がいいんだよね。外がこういう感じが、うん、最高だね。お、これはバンダジかな。超小型バンダジかな。また違う名前があんねん。何だったっけ。トンケとかだって言ったっけ。おじいちゃん、おじいちゃん久しぶり。目隠しもちゃんとしてんだね。こっちからかな。はい、はいかな。うん、この市松模様かっこいいですね。はい、では勘次郎じいちゃんの釜の横で茶バッグです。いや、自然馴染んでますね、茶バッグね。はい、じゃあここで一服、勘次郎じいちゃんの釜を眺めながら一服行ってみたいと思います。というわけで、勘次郎じいちゃんにご挨拶してきました。釜の前で一服いただいて、さて次はどこ行きましょうか。というか、まあ、
結構この Vlog 方式でいろいろ撮ってるの iPhone の電池がなくなっちゃうんで、今日はこの辺で Vlogger ではないので、京都の旅もういいでしょう、十分これでやめます。お疲れでした。チャオチャオ、茶の湯チャンネル。